目が覚めたか。よかった。ここ数日収穫祭の準備で忙しかったからな。お前は過労で倒れてずっと眠ったままだったんだ。医者はみんな疲れが溜まっただけで一晩寝れば目覚めると言ってたんだが、やはり心配で。それで陛下はあなた様のベッドのおそばで一晩中看病をなさっていたのです。陛下は本当にあなた様のことを気にかけておいでですね。このまま目覚めなかったらどうしようかと思ったぞ。俺は今まで多くの人を失ってきた。お前まで失いたくはない。お前がいなければ俺は好意になんて興味がなかった。だがお前に出会ってから世界で最上のものをお前にやりたいと思うようになった。優勢大陸で最も盛大な婚礼にする。お前は皆の注目を一身に集めて最も高貴な公妃になるんだ。俺たちの愛の証として盛大な式にしよう。いつか一点の詩となり後世に語り継がれるように。大陸の婚礼では新郎が新婦に口づけをする。やっと求婚に応じてくれたんだ。万が一土壇場で気が変わったらまた花嫁を失ってしまうだろう。俺だけを見ていてほしい。これから何があろうと。